読解とは読み解くことである。読解とは文章に触れ、そこに内包された情報を読者と書き手とが共有する文章表現の規則や約束時であるコードと読者に、既有の知識や情報及び経験を手がかりとして解読し、それを理解し、解釈するまでの読者の一連の行為を指す概念である。読解力とは一般的には文章などを読み解く能力を指す。 とりわけ、日本では国語教育を想定した上で、教材としての文章の内容を正確に読み取るという意味合いで用いられることが従来より多かった。しかし近年、PISA の調査結果から日本は国際的に見て読解力が高い水準にないことが明らかとなっている。この調査における読解力に相当する分野は、リーディング・リテラシーと呼ばれるものであり、 PISA 型読解力などの表現で従来の用法と区別されている。文部科学省によれば、この両者の違いを踏まえ、後者の PISA 型読解力の特徴を次のようにまとめている。テキストに書かれた情報を理解するだけでなく、解釈し、実行することを含む。テキストを単に読むだけでなく、テキストを利用したり、テキストに基づいて、 自分の意見を論じたりすることが求められている。テキストの内容だけでなく、構造、形式、表現法も評価の対象となる。テキストには、文学的な文章や、説明的文章などの連続型テキストだけでなく、図、グラフ、表などの非連続型テキストを含んでいる。なお、PISA で高水準の結果を示した、フィンランドの教育実践は、 近年注目を集めている。ありがとうございます。